お茶の水駅から明治大学博物館までのルートと周辺施設を紹介していきたいと思います。それではスタートです。お茶の水橋口を出たら横断歩道を渡ります。お茶の水駅は東京駅から JR 中央、総武線で約4分。お茶の水駅から明治大学博物館までは徒歩約3分。距離は約270メートルとなっています。横断歩道を渡ったら左折します。明治大学博物館は明治大学駿河台キャンパス内にある博物館です。明治大学博物館は常設展と企画展を開催しています。常設展では、大学史展示室、商品部門、掲示部門、考古部門の4つの展示がされています。大学史展示室では明治大学の歴史に関する多彩な資料を展示しています。商品部門では商品の有用性とは何かを考えることをテーマとして、陶磁器、漆器や金工品など伝統的工芸品を展示しています。掲示部門は日本の江戸時代、明治初期の刑罰関係の道具や、古文書を収集する博物館です。当時の逮捕から刑罰までの流れを解説しています。考古部門では旧石器時代から古墳時代の発掘品、土器や青銅器などの、70年以上にわたる明治大学の考古学研究の成果を公開しています。企画展は一つの展示を約1ヶ月ほど開催しています。館内にはミュージアムショップも併設されています。コメント欄に URL を貼っておくので興味を持った人はチェックしてみてください。明治大学博物館に到着しました。明治大学博物館から徒歩約1分で金華公園に行くことができます。明治大学博物館から徒歩約2分で祭りに行くことができます。明治大学博物館から徒歩約1分でトラットリア、レモンに行くことができます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。